こんにちは、シェラスポーツです。皆さんお元気ですか？今日は定休日でしたので、また飛ばしてきたんですけど、今日の動画は前半は操作手順の確認をもう一度やってみたいと思います。でそこで問題点もありますが、後半はその問題点、アプリの完成度を検証するということで、何回もやってるんですけど、なかなかね、私の iPad 2が悪いのかっていうと、でも一応適用機種のところにはね、 iOS8 以上 iPad に対応、 iPod にも対応って書いてますんで、 iOS9iPad 2でもね、ですからいいはずなんですけど、その辺のところね、また改善されるといいかなというふうに思います。じゃあ前半は別撮りで、手順だけやっておりまして、後半は広いところで、確認をしております。どうぞ。ちょっと待ってください、ななこさん。ずれてるよな、これ。
現在地ここ、ここにね機体があるのに、ね、こっちなんでかな、まあいいや、見てみよう。でやってみようか。これでしょ。トラック。帰ってくるのか。おお、帰ってくるな。ちょっと座標が入れづらいな、やっぱりな、ずれてるとな。おっ、来た来た来た。あれ、ちょっと違うか。ちょっと違う。あ、いいのか、それで。で、デリートして。ちっちゃく回ってみるか、怖いから。よいしょ。ああ、これでトラックちっちゃくクリンペリカ、どうだ。あ、行かない？失敗した？行かないね。もう一回。どうだ？あ、これか。よし。行く行く。一応小さく回ってるぞ。はい。ああ、これで小さい方か。ああ。結構流されてるな。一応言うこと聞きますけど、やっぱりこの地図上の私の機体だけかな。ここら辺にあるはずなのに、こっちの東へ 500m ずれるんですよね。まあいいや、あとは自由に飛ばしてみようかな。よいしょ。よいしょ。どうでしたか。
まあ、飛ばして遊ぶには全然ね遜色ないんですけど、やっぱりせっかくのアプリですから、完璧にね、機能してほしいなというふうに思う次第でございます。参考になりましたでしょうか。それでは皆さん、さようなら。